e ージー Tone Go Outside Easy Tone はイギリス発祥のスポーツ用品ブランドリーボックが販売する美脚、ヒップアップなどの美容効果を全面に押し出したスポーツシューズ。2009年2月に販売を開始。コンセプトコピーは履くだけのジム。ジムに通えない、トレーニングする時間がないといった働く女性向けに開発された。ショッピングや通勤、通学。 さらには散歩など、日常の歩行で、より多くのカロリー消費を可能にするとしている。最大の特徴は、バランスポットと呼ばれる空気が注入されたソールで、ソフトなクッションの上に乗ったような微妙な不安定さが、ハムストリング筋、皮膚筋、大電筋など美脚、ヒップアップに欠かせない筋肉を鍛える。高いフィット感を提供することを目的に、 構成にアッパー部から縫い目を排除したスムースフィットを一部のラインナップに採用。デザインはスポーティーなタイプ、普段にで履けるタイプ、さらにはサンダルタイプが用意されている。不安定な状態を生み出すバランスポットバランスポットとはシューズの裏のつま先とかかとの部分についている空気の入った二つのパッドのこと。2009年9月24日放送の スーパーモーニングで小木アナウンサーはふわふわしていてまるで月面歩行をしているようと履き心地を表現している。また2009年1月16日にワールドビジネスサテライトのトレンド卵では見た目ほど不安定ではないが足の中心に意識が行く砂の上を歩くような負荷がかかると紹介している。D ボックはバランスポットの効果として 一般的なウォーキングシューズを履いた時の筋肉負荷と比べて、ヒップで28%、ふくらはぎで11%、太ももで11%それぞれ高くなるとしている。縫い目がない、または縫い目を表に出さない、縫製方法のこと。歩行時の摩擦を減らすことで快適性が得られるとしている。e g トーンのラインナップでは、Go Outside s f 3差。 ラッシュ SF に採用されている。公正取引委員会は2012年3月2日、独占禁止法違反を認定し、再発防止を求める排除措置命令を出した。同社は2010年3月から2011年4月にかけて、小売店や卸売業者など全国800社に対し、値引きして売らないように指示し、守らない業者には、在庫を返品させたり出荷を停止していたケースも、 あったという。通常の靴と錯覚した購入者が使用中に転倒して骨折。2014年製造元のアディダスジャパンが販売時に靴の特徴を周知することを怠ったことが原因として損害賠償を求めて横浜地方裁判所に提訴している。アメリカ連邦取引委員会はリーボックが2009年から展開したイージートーンを履いて歩くと 他の運動靴と比べヒップが28%引き締まり、ふくらはぎの筋肉が11%多くつくことが証明されたという広告には、科学的根拠がなく、機能を課題に表示していると指摘し、d b o c クは e g s ーと音製品を購入した人への返金に応じている。AB1 月16日、放送ワールドビジネスサテライトトレンド卵。 テレビ東京9月24日放送を教えて。あの店、あの情報。テレビ朝日米国デラウェア大学。横浜の男性がアディダスを提訴。シューズで転倒。重症。神奈川。神奈川新聞。http コロンスラッシュスラッシュヘッドラインズ .yahoo.co.jp スラッシュ hl a。a イコール2014万321から000016 00。 叶える十四二千十四年三月二十二日、閲覧。二千九9市模範機トレンドザベスト十二千九年七月四日、毎日放送リーボックジャパン FTC による、イージートーン返金請求のサイト http コロンスラッシュスラッシュ www.ftc.gov スラッシュ bcp スラッシュ c a s e s スラッシュリーボックスラッシュインデックスドット shtm その他。 ありがとうございます。